こんにちは、ココアです。今日はアルマーニでの購入品を紹介していきたいと思います。イエイ。はい、ということで今回はずっと欲しかったもので、ずっといろんなブランドで探していたものになっているんですけど、それを今回購入したので2点購入品があるんですけど、ぜひ最後までご覧ください。ということで、もしこの動画が気になったという方で、私の動画のチャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしてから見ていってください。ということで早速やっていきましょう。それではスタート。はい、ということでやっていきます。まずショッパーがこちらにある、こんな感じのアルマーニのショッパーです。じゃーん。はい、こんな感じのちょっと大きめのショッパーかなっていう感じのショッパーに入れていただきました。全体的に黒でアルマーニのロゴが大きい感じです。はい、ということで今回ここにショッパーを置いたまま紹介をしていこうと思います。もうね、開封はしちゃったんですけど、まず1点目の購入品から紹介をしていこうと思います。まず1点目がこちらの、じゃん。はい、こちらのパーカーを購入しました。じゃん。こんな感じのグレーにピンクの感じのパーカーになっていて、裾の部分にアルマーニのロゴ、エンポリオアルマーニってこんな感じでね、書いてある感じで、すごく薄いベビーピンクとグレーの組み合わせがめっちゃ可愛い感じのパーカーです。なんかこういうゆるく着れるパーカーとかはグレーがすごく好きで、なんか冬になるとグレーをすごく着たくなるので、グレーを探してたんですけど、こちら購入しました。でね、なんかちょっと今回アルマーニで購入したんですけど、また別のブランドでこういうセット系を買っているので、またそちらの購入品紹介を見たいと思うので、そちらも楽しみにしていてください。はい、ということでこれを紹介していくんですけど、ちょっと短めのパーカー、ダボッと着る感じにもなるんですけど、この丈感が短めでショート丈のパーカーになっているんですけど、私はちょっと大きめに着たかったので M サイズを購入しました。 S サイズと迷ったんですけど、ちょっと大きめに着れるかなって思って M にしました。なんかこれに冬とかに着ると思うので、春とかにも着るんですけど、冬だと寒いのでちょっと薄めのパーカーっていう感じの素材なので、中にタートルとかと合わせて私は着たいなって思ったので、ちょっと大きめで、大きめの方があったかいし楽に着れるかなって思ってこちらを購入しました。これはなんか動画用に着てもいいなって思うんですけど、ちょっとそこら辺お出かけ行く時とかにもすごく楽なスウェットになっていて、これを着たいなって思ったので購入しました。最近ね、こういうちょっとスポーティーなスウェットにハマっていて、空港ファッションとかでもできるかなって思ったので、こちら購入しました。こんな感じです。はい、なんかただのスウェットじゃなくてパーカーになっているんですけど、ちょっと丈が短めでおしゃれな感じもあるし、すごく可愛いなって思います。で、袖の部分もこんな感じでピンクとピンクゴールドみたいな色が入ってて、すごく可愛いです。で、こっちも同じようにこんな感じで入ってて、袖の部分にもアルマーニのロゴが入っています。このね、ピンクゴールドの感じもすごく可愛いなって思います。で、後ろがこんな感じです。はい、こんな感じのすごく楽に着られるものが欲しくてこちら購入しました。またね、動画で着ると思うので楽しみに見ていてください。で、これがだいたい2万いくらとか、すごく安くなっていて、それぐらいでした。で、パーカーなのでフードがついている感じで、この紐の部分もピンクっていう感じで、結構薄めの素材なので冬物なんですけど、春とかまで着られるかなっていう感じになっています。こんな感じ、いろんなところにロゴがついている感じです。すごくグレーって冬とかに着るとなんかあったかい感じがするので私は好きなんですけど、こちらを購入してきました。ということで、まず1点目の購入品はこちらのパーカーでした。はい、ということで続いて紹介していくんですけど、後で実際にこれ着てみたいと思うので、2点目に紹介するものと一緒に着てみたいと思うので、最後までご覧ください。ということで、次。はい、ということで続いて2点目の購入品を紹介していきたいと思うんですけど、2点目は
1点目の購入品とセットで着たいなと思ってセットで売っていたのでそちらを購入してきました。それがこちらです。じゃん。はい、こんな感じの全く同じセットアップで着るんですけど、これはスウェットパンツを購入しました。こんな感じでラインパンツになっています。この部分が薄いピンクで、合わせてみるとちょっと後で実際にね着てみたいと思うんですけど、こんな感じです。はい、こんな感じで全身グレーっていう感じのコーディネートになるんですけど、まあ、すごく楽そうだったのでこちら購入してきました。なんかこういうスウェットを最近集めていて、ちょっとねアルマーニで去年スウェットを購入したんですけど、ちょっと今持ってきたいと思うんですけど、それの黒が欲しくて去年売ってなかったので、それで探していて、アルマーニで同じこちらちょっと違う感じにはなるんですけど購入をしました。まあさすがにこれはちょっとこれ着てどこかお出かけっていうことはできないかなって思うんですけど、ちょっとコンビニぐらいだったらいいかなって思うので、これを着てちょっとしたところに行きたいなと思って購入しました。すごく楽ちんな感じのものになっています。じゃあちょっと去年購入したものをもう知っているっていう方もいると思うんですけど、持ってきたいと思います。はい、ということでね、こんな感じで持ってきたんですけど、こちらを去年購入したものになっています。こんな感じ、こういう感じのセットアップ、これはレギンスとパーカーワンピーになってて、こういうスウェットもセットアップなんですけど、これはレギンスになっていて、こういう感じのやつなんですけど、これがマジでめっちゃ着やすくて、ですごく着てもうちょっとヨレヨレ感があったので新しく欲しいなと思って購入しました。まあ、これもね全然まだまだこれから着るんですけど、ちなみにこれはキッズサイズで購入したんですけど、今回大人のサイズで購入をしました。なので結構ダボっと着られていい感じかなって思います。はい、こんな感じのパンツになっていて、こういうラインパンツにもすごく最近ハマっているのでこれを買ってきたんですけど、こんな感じになってます。でこういう感じでちょっと細めというか、そんなダボっとしてない感じのパンツの形になっています。で裾がキュッとしている感じなので、これとやっぱセットなのですごく相性が良くて、これとこの丈感も短めだし、なんかインして前だけインして着ても可愛いし、スウェットなんだけどすごくおしゃれな感じで着ることもできるスウェットになっています。こんな感じです。これにダウン合わせてきたらすごく可愛いんじゃないかって思います。はい、でこのパンツも同じパーカーと同じぐらいのお値段で、だいたい5万円ぐらいだったかなと思います、上下合わせて。はい、こんな感じのパンツを購入しました。ちなみにこれはエンポリオアルマーニのものです。なんかね最近こういうスウェットがすごく流行っていて、いろんなハイブランドとかグッチとかドルガバとかにもあって、アルマーニにも他にもいろんなものがあったんですけど、このグレーとピンクの組み合わせがすごく可愛いなって思ったのと、このラインと、あとこのパンツの形がすごく可愛いって思ったので、あんまりダボっとしているものよりはこういうちょっと細く見えるものの方がいいかなと思って、このただのグレーよりこういうピンクのラインが入ってた方が可愛いかなと思ってこちら購入しました。他にもねいろんなこういうセットアップを売っていたので、こういうなんか空港ファッションとかで着るようなコーデだったりとかしたいっていう方はぜひアルマーニに行ってみてください。でこれはアルマーニのロゴがこのお尻の部分がゴールドになってて、まあ、あんまり見えないかなって思うんですけど、ここの部分だけっていう感じになってます。結構このパンツも薄めっていう感じで春まで着られるんじゃないかなって思います。でね、めっちゃ試着をしたんですけどすごく着やすくてたくさん着たいなって思いました。はい、ということでね、こんな感じで2点目の購入品も以上になるんですけど、こんな感じで今回アルマーニでの購入品は以上です。ということでこちら実際に着ていきたいと思います。では着てきます。はい、ということで着替えてきました。こんな感じです。じゃーん。はい、まずパンツなんですけど、今セットアップで着ているんですけど、パンツがこんな感じで、このラインがここに入っているので
と細見え効果もあるんじゃないかなって思います。結構太めのラインっていう感じです。もうね、着ているだけでめっちゃ楽っていう感じですごく着やすいです。お家の中で、ね、ルームウェアとして着てもいいかなって思います。で、こんな感じでちょっとこの部分とかは細めっていう感じで、この裾の部分がこういうゴムが入っている感じなので、なんかここで止まっていて裾が落ちてくるってことはないかなって思います。こんな感じ、全身グレーです。で、今このインして着ているんですけど、インしないとこんな感じで、結構このパーカーはジャストサイズで着るとこう短めでこんな感じになるんですけど、これは M サイズでちょっと大きめに購入したので、実際に着るとこんな感じになるんですけど、まあ、こう着てもいいんですけど、私はこう前だけインしてこうやって着るのが好きかなっていう感じです。はい、こんな感じで、このねピンクゴールドとピンクの組み合わせがすごく可愛いなって思います。結構このパーカーは長めっていう感じになってます。わざとこんな感じで購入をしました。はい、でパーカーがこんな感じになっていて、着るとこの襟の部分がちょっと変わった感じで、ちょっと長めっていう感じになってます。なんかただのパーカーっていう感じじゃなくて、袖がちょっとダボっと着られる長めになってて、でこの丈は短めで着ることのできるパーカーなので、すごくおしゃれな感じかなって思います。はい、こんな感じですごく可愛い、なんかこういう楽ちんのスウェットなんだけど、すごくおしゃれな感じもあって可愛いかなって思います。はい、ということで実際に着てみるとこんな感じです。はい、ということでこんな感じでアルマーニでの購入品2点の紹介は以上です。はい、ということで今回はアルマーニでの購入品紹介ということで、こんな感じのスウェット上下セットを購入したんですけど、こんな感じになっています。ぜひ皆さんもこういうセット欲しいっていう方とか、今ハイブランドで結構こういうねセットアップとかも売っていたりするので、ぜひ買いに行ってみてください。だからパンツだけとかでもすごく使えるし、上 T シャツで合わせたりとかっていう使い方もできるかなって思うので、いいかなと思います。で、こういうスウェットをなんかちょっと安めのブランドとかじゃなくて、ハイブランドで私は探していたんですけど、スウェット上下で着てもなんかハイブランドで着ることでちょっとおしゃれな感じだったりとか、ハイブランドだとすごくおしゃれなデザインのやっぱこういうセットアップとか売っているので、ちょっと探していたんですけど、今回こんな感じであったということで購入をしました。またね、こういう楽ちんなセットとかを集めていきたいなと思っているんですけど、また次回の購入品も楽しみにしていてください。最近こういうねセットアップとかラインパンツがすごく流行っていて、スポーティーな感じとかもすごく流行ってるかなって思うので、おすすめです。私もなんかスケートやってる時とかはこういうセットをよく着ていたんですけど、最近全然着ていなくて、で久しぶりにね最近着だしたということで、こんな感じで購入したんですけど、すごくおしゃれなものを購入できたのでよかったかなって思います。なんかただ楽っていうだけじゃなくて、ちょっとおしゃれな感じもあるっていう感じでいいかなって思います。こういうセットはお家で着ていてもいいし、ちょっとそこら辺お出かけ行くときには普通に行けちゃったりするし、空港ファッションとかにもおすすめなので、ぜひ真似して買ってみてください。ということで、この動画を見て皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいなと思います。そしてこの動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。ということで、私の動画ではハイブランド購入品紹介だったり Vlog、 いろんな動画は毎日平日は16時、土日祝日は朝8時に動画を投稿しているので、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。